セクシーゾーンも解明へ、カンジャニエート、ジャニーズウエストに続き、グループな継続困難、3組。再度浮き彫りになるジャニー氏の異常性。10月5日、ジャニーズ事務所の4人組グループセクシーゾーンが、グループ名の変更を検討していることを、ファンクラブ会員に向けた動画と、中島健と29のインスタグラムで明らかにした。 変更の理由をファンクラブ動画で中島は今までも国外で活動しにくいことがあった。僕たちの未来を考えてポジティブな決断ですと話し、菊池風魔28は一連の騒動の前から海外で仕事が決まりにくいことがあった。ここでさらにグレードアップしていこうとそれぞれ前向きにコメントしている。中島はインスタグラムでグループ名を 僕のグループの方向性とメンバーの未来のことを考えこの話し合いをしています。やっぱりね、海外でも驚かれるのよ。セクシーゾーンって、と表しつつ。ただこのセクシーゾーンというグループ名で12年の間気づいてきたファンの皆様との絆は揺るがないし、これは一つの成長だと感じてます。と、やはりポジティブに綴っている。 ちなみに、2020年放送の人生最高レストラン TBSK で菊池は中国の新聞に出た時に青艦隊って出たと話していたこともあった。ジャニーズ事務所は創業者のジャニー北川氏、去年87の加害騒動をめぐり、社名をスマイルアップ。 に変更するのを筆頭にジャニーを関した名称を廃止する方向で動いています。グループ名では、すでに解明の意思を発表しているカンジャニエイトとジャニーズウエストの今後が注目されていますが、セクゾの場合はジャニーの名前はついていないのに解明する初のケースです。以前からセクゾの名称は性的なところが指摘されていたほか、 SNS の検索等で支障があったことから、2019年頃から解明の検討はしていた旨もファンクラブ動画で明らかにしていますが、ジャニー氏の騒動を経て、よりシャレにならなくなった部分もあるでしょうね。ワイドショー関係者。